AKB48 ハルピョンこと橋本アルナです。今日も握手会があるので、そのためにメイクをしていきたいと思います。久しぶりに顔をピクピクしたい。やろうかな。
夢占い検索していい？下大人気ですね。だってでも多分ピョンの売れ切れてないわかんないけど、忘れちゃった。ちょっとどんな夢か詳しく忘れちゃった。ね、アクシタの衣装かわいい。あのごめんね好きになっちゃっての衣装なんですけど、ちょっとツイン飾りにしました。ハーフツインだったのでちょうどよくて。
今日握手いけないから握手立て握手するね。掃除して。てか誰が考えたんだろう、握手立て名前めっちゃおもろい。そうですね、まああと10日ぐらいかな、ドボン。10日も、今日が22日、まあ10日弱、1週間くらい。いやまあ、本当に、すごく。戦いが繰り広げられていますけれど、どうなるんでしょうかね。日焼け止め塗るの忘れた。
プレイしよう。大阪はめっちゃ降ってますって。雨雲幕張ってどこ？三浜があった、この辺か。夜やばそうですね。天気悪いの。なんか何もしたくなくなっちゃう。天気悪いの。低気圧。こんにちは。
手楽しみ、嬉しい。そうやって言ってもらえるのはめっちゃ嬉しい。スポンジ洗います。今日すっごいツヤツヤの肌、逆に怖いみたいなところまである。こんにちは。チーク、
出そうと思ってたカード出せなくなっちゃった。でも出せた。うわ、ドロー2だった。ミスったな。ドロー2と迷ったんだよね。ミスった。上がっちゃった。待って、どれくらいつけるのがベストなの？本当にいつも分かんなすぎて、いつもずっとパンパンしちゃうんだけど、これ。24歳なのになぜまだ結婚しないんですか？アイドルだから。24歳だけどアイドルだから。かな。うん。普通に人生でまあそれこそ学生とか学生の頃とか今もいろいろだね、あの仕事関係で関わっているメンズの方々を見させていただいてるとか言うとなんか上からなんですけど、あの電話なんていうの見てはきましたけど、なんか出会ってないですね。はい、
なすごいと思う、結婚してる人は。ピョン、スキンケアはマジで本当にその辺にある適当なものを使ってます。今日使ったのはなんちゃらトナーパッド。でも基本的にはマジで正直親に感謝って感じ。肌質的に もちろんその買うときにいいものはなるべくね選ぶようにはしてます。ビタミン C がうんちゃらとか、そういうのはなるべく選ぶようにしてるけど、でもそう Q 店とかでめちゃめちゃいろいろ買っちゃうから、その買った中から適当に今日この気分みたいなので使ってる。でも本当に全然視力 2002% すごい。読んだよコメント。なんで結婚しないのってコメントでしょ。違ったっけ。読んだじゃん。読んだんだけどね。読んだよ。聞いてて。ペースな人生を送ってほしい。そうですね。まあこの今のアイドルっていう仕事っていうかアイドルっていう活動をOK と思ってこのグループを外に出た後に自分が何をするのか本当にわからないけど、芸能に残るとしたら、まあ残ったとして残らないってなったら残らないとして、どっちにしろこの芸能っていう仕事を自分の中で OK と思って辞める時にはもうなんか一回ねなんか休むよね多分。多分この仕事、芸能の仕事を続けるってなったら多分休まないとは思うんですけど、そうこの世界から橋本もう満足って思ったら一回休むと思います。はい、さすがに。
したいことは、まずそれを見つけるところからのスタートですね。ピョンさんは、でも今はやりたいことがアイドルだから頑張らせてまだって感じ。でもアイドルをしていて本当にいろんなものが身につきました。もちろん手放したものもいっぱいあるけど、でも身についたものの方が多いので。そう、前やけどしたとこ描きすぎちゃうと傷が。何を手放したのはむずい質問だな。いろいろ。でも多分その中には手放してよかったって思えてるものもあるだろうし、きっと分かんないけど。今集めてるものは配給のもの。配給、特に月島圭君のもの、無限回収中。
全然後悔してるわけじゃないし、私は多分他のそのもともと普通に AKB として入った、その8として入ったわけじゃなくて AKB として入ったメンバーさんよりかは多分恵まなんていうの、そういろんなことができてきたと思うんですけど、確かにそのなんていうの、一高校生としてとかのそのじゃあ土日どっかに遊びに行くとか放課後どっかに遊びに行くとかっていうのは確かにしてきてないかもしれない。でも別にそれがなんだろう、したかったかって言われたらわかんない。普通にアイドルしてるのが楽しかったし、そう全然なんか私的にはバタバタしてて楽しかったですはい、昨日の夜の話は絶対今する話じゃないから夜にまたするね。ありがとう。うん、だってさ高校生さ、私の高校はバイトが禁止だったので、そうバイトが禁止なのにアイドルはいいのっていうのはちょっと矛盾ではあるんですけど、まあいろいろね本当にあの私が多分先にアイドルをしていたから OK だったわけであって、多分あの高校に行って高校生の時にオーディションを受けてたら多分ダメでした。でまあとりあえずバイトが禁止だったので、そうだから多分どうやって生活してたんだろうって思いますね。だってお小遣いもない高校生なんてさ、お小遣いもないでしょ、でバイトもできないでしょ、どうやってさみんな生活してたのってすごく思う。みんな一緒にご飯行ったりとかさ、カフェ行こうとか土日遊ぶとかってなった時にどっからお金が出てたんだろう、いやでもいましたよ、いたらしいですよ、バイトしてた子卒業してから聞きました私は。え知らないのみたいな、めっちゃみんな周知の事実みたいな感じだったらしいけど、結構ビビった。間違えたな。さっきのポロンは行かない旅の告知のポロンだったのか。アイメイクをする気にならない。今そこまでは完成したあとここだけ。え、私にドロースリーを投げるためにダイヤにしたわけ？ひどくない？おこだお。
全然お子さんよって言ったけど、全然日常茶飯事。眠いね。眠い。眠い。昨日の夜何の話をしたの？ちょっと忘れた。ちょっと忘れた。暴言言いそうになった。え、なんだっけ。危な、言わなくてよかった。最近何かテンション上がること。握手会。そういうことじゃない。まあ普通にプライベートではテンション上がることってことですよね。一旦。いやー、そうだな。普通にない。欲しかったものを買った。欲しいものがない。あるけど欲しいものは。なんだろう。お腹すいた。朝ごはんは食べる。かき氷美味しかったですね。ただ本当に大きくてありがたいことに。でも本当に大きくて。本当に今猫を飼いたい。動物を飼いたい。でも簡単なことじゃないのは分かってるから飼わない。ウサギじゃなくていい。一番好きなのはウサギなんですけど、でも
わかんない。一番好きなのはウサギなんですけど、何橋本そのこの世界の生き物の中で人間がいないと生きていけないものって何ですか？赤ちゃんか赤ちゃんか。自分を自分に懐いてくれる動物がいい。え、ワニ飼ってんの？すごっ。え、ワニって飼えんの？本当に普通に疑問なんだけど。そう、懐いてくれる動物さんがいい。メイクして、本当に本当に自分メイクしてただ配信してる人になってる。フクロウはちょっとダメだって。夜は寝たい。夜はちょっと寝かしてほしいかも。普通に自分以外の生活音がするの多分私耐えれないから普通に無理かも。別に猫とか犬とかウサギとかに関わらず。なるほどね。でも水槽洗うのが一番絶対。私そう、夏祭りとかで金魚とかゲットしてきたこととかあったんですけど、確か学校とかでメダカとか買うじゃん。学校はさ、まださ、その水槽洗いやすいぐらいさ、蛇口広いからいいけどさ、無理だよね。どこで洗うの？それ洗ってる間はどこにいるの？その子たちは。
なくなった。って思っちゃう。ぴょんすけ思っちゃう。あ、お風呂、湯船湯船で生活してもらえばいいの。ちょっとおもろい。でもそこに入りたくないかも、自分よかな、愛情とか湧いてくんのかな。無理だよね。自分のことも育てられない女がさ、猫飼いたい、ウサギ飼いたい、犬飼いたい、魚とか絶対に無理。分かってる、分かりきってる。買いたいって言ってないけどね、あんま。待ってね。ね、むずそう。何か生き物を飼うってやっぱむずいことだよ。ハムスターは昔飼ってたな。ホワちゃんとミントちゃん。確かに旅行きたいって言ってる女がダメだ。間違えてる。旅行けなくなるよ。
腹空いてきた、本当に気持ち悪い。昨日より早く家出よ。ちょっと不安だな、この天気。今日ずっとあくび出てる。なんで？寝不足かな。寝たつもりなんだけどな。なんか食べるものを探してきたいかも。でも言うてあとアイラインとまつげだけだから、配信ももう終わっちゃう。わあ、一気にドロー2がいっぱい来た。いらないよ。落ちちゃった。ここに入れよ。
マスカラちゃん。ピンセットがない。嘘でしょ、どこどこにあるの。え、本当にない。え、昨日握手会か。いや、そんなわけない。あ、でも持って行きをしたか。え、でもなかったよ、帰り見たとき。あと、アイシャドウの下にありました。これじゃない、モチベート見せるもの。お待ちくださいませ。なんか食べるものないかなって探してあったんですよ、いっぱいお菓子とか、お菓子とかいっぱいあったんですけど、あと差し入れ、この間のいろんなところに行った時の差し入れ、おやきとかあったんですけど、ああって悩んでこれになりました。フルーツジュース、はい。まあどっちにしろ、あの会場に行けばご飯はいっぱいあるので、はい。
ルーツジュースになりました。マスカラします。その前に。向かい向かってる、待ってるよ。待ってないけどまだ。向かいで会おうね。お互いね。ゾゾマリン、今日も試合？なんか昨日も試合って誰か言ってた、ファンの方。でも昨日はナイターだったみたいな。ナイターなの？ナイターだけど屋台出てんの？まあ出てるか、関係ないか。
超えた10万わかんない、あのトップオングランプリのポイント。バサバサちゃん、見てまつげの存在感全然違う。まつぱしてるからそんなにめっちゃもう100もうす100か0ってわけではないけど、全然違います。マスカラってすごい。え、全員オート？めっちゃ早い、回ってくんの。展開早っ。こんにちは。通信が切れちゃうと多分オートになっちゃうと思う。私もよく通信切れてしまうことがあります。電車の中とかね、出張公演の時とか、移動中とか
ぱりむずい時はある。電車でもドボンしてますよ。はい、なんか毎回本人登場って出てくるの本当にやめてほしい。あそこだけめっちゃ隠す。いや恥ずかしいわけじゃなくてね、普通にえこの子めっちゃ本人登場してるやんってなるじゃないですか。え本人じゃねってなるじゃないですか。そうなんか別に恥ずかしいとかっていうのじゃない、なんていうんだろう、普通にちょっとプライバシーの問題。だいぶ終わった。あと髪の毛はちょっとさすがにもう雨なので今やっても絶対全てが落ちる気がするのでやらずに行きます。でもしかしたらもしかしたらだけど普通に時間がないかもしれないから、それはもうまとめるっていう裏技に出るんですけど、そうなんかもう全然湿気取れないみたいなってなったらもうまとめ髪でいきますって感じかな。よし完成。橋本さん顔今日もどこだっけ幕張で会いましょう皆さん。いろいろ服を着て試します。私はいや着るのは決まってるんですけど、スカートがね合うかなっていうのとかっていうのを楽しいたのため試します。今からまあすぐ終わるんで、で今日はちょっと早めに出て天気も良くなさそうなんで早めに出て行きたいと思います。ということでまた今日も朝のメイク配信見ていただいてありがとう、朝っていうか昼っていうかメイク配信見ていただいてありがとうございました。このあと夜は多分やると思うんですけど、またよろしくお願いします。それではなんか今日もかき氷があるみたいなので寒いよ絶対、かき氷を食べて今日も一日頑張りますということでランキングいきまーす。1位よそやかさんありがとうございます。2位サプライズレバーさんありがとうございます。3位としさんありがとうございます。4位鉄道ナイトさんありがとうございます。5位母さんありがとうございます。6位マックミックさんありがとうございます。7位キャローさんありがとうございます。8位ゆたぱぱ007さんありがとうございます。9位 BNR32 さんありがとうございます。10位サウロンさんありがとうございます。11位マークーンさんありがとうございます。12位ともゆきさんありがとうございます。13位バンボシさんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また夜
配信やると思いますので、ちょっと本当にもう無理ってなってたらやんないけど、まあやると思うんで、ぜひよろしくお願いします。そして今日幕張でね、握手会、お話し会、握手会が握手できる方々もぜひよろしくお願いいたします。全部の部でおしましが使えるので来てくださいおしましでも来てください。お待ちしてますということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢ののびとちゃんアップで 11,997 盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう。富山県出身はるぴょんこと橋本アルナでした。ありがとうございました。じゃあまたバイバイ、ありがとう。